ご覧になっていただくとですね、よく失敗してる瞬間はすごい分かるところは、こうやって構えるとこの辺からこの辺が目に映るじゃないですか、はい、こう目の視野に入ってるじゃないですか、はい、この中だけクラブ早振ろうとするとですね、はい、結構ずれるというか、はい、見えてるとこは速くできるじゃないですか、はい、それ以外速くするとなんかあれなんですけど、はい、この見えてるところでやろうとするとなんかこの見えてるとこほどなんかこう、うん、あんまり加速モードにしないというかこうあって この中だけこう見えてる中だけ速くなるとこう走らせたくなるじゃないですか、うん、とかって、はい、これあんま良くないですね、はい、これすごいわかります、うん、こうなんかこう見えてるとこ速くしたくなるんですけど、見えてるとこほどなんかこうスムーズに、どっちかというともうゆっくり通過するぐらいの加減でないと、逆にコントロールしきれないですよね。ですこう視野に入った時ほどゆっくり振る、この目線の中ほどゆっくりスイングするっていうのがすごくポイントになると。私の場合実況ですか、最初からゆっくり。あ、間違いないです。ですから僕もですから、そのためにも何ですか、もう最初からおっしゃる通り最後までスピードを上げたり下げたりしないっていうか、そうするとこう変化が少ないじゃないですか。でもどうしてもその方がやりやすいです。ですからロブショットを打つとかってなっても、ここをバッてこうあんまり走らしに行かないっていうのがすごく、でも長いクラブになっても短いクラブでもやっぱりスピード上げたくなるじゃないですか、当たるところを。で見えてるところがやっぱり手で上げやすいんで、でもそこは極力こうこの見えてる中ほどこう体と一緒にこうなんていうんですかね、この辺クラブが見えてる間なんですけど、この中ほどこうあんまりクラブの動きをこう自分自身でこう手とかでコントロールしないようにするのがすごくポイントですね。ありがとうございます。すいません、やっていきましょう。